はい、次はですね、このボンゴベースといえば A2Z さん、 A2Z さんがですね、ボンゴベースに新たに変わるベース車両ですね、ちょっと見ていきましょう。バーンと書いてありますね、こちらですね。まあ、前々からアーレンであったんですけど、それのボンゴベースを今度トヨタのですね、これもライトエースですね、さっきのレジストラと一緒ですね。やっぱりボンゴベースとなるとやっぱり 1800-2000cc 切って、まあ、あと価格帯ですよね。ハイエースベースはやっぱりちょっと価格が上がっちゃうので、まあ、ボンゴとに変わるような車両となるとやっぱりライトエースだったり、こちらのバネット NV200 ですね。これが今後のボンゴベースで作られたライトキャブコンのベース車両になっていくのかなと思います。ちょっとね、顔とかね、メーカー全然違うんで、いろいろ見比べるとこあるんですけど、一番の違いがノーズって言って、ボンネットの終わりからですね、このバンパーまでが出てる長さが全然違います。ライトエースの方がどっちかっていうとハイエースに近くて短くて、なるほど、どうぞ。NV200 はですね、ちょっとロングノーズとなってます。なのでやっぱり全長がその分長くなっちゃうので、まあ、5メーターに収めようとすると、やっぱりこちらのベース車両よりはこちらのベース車両の方が、車内を広々へと取れますね。で、実際ちょっとパーッと見ていきましょう。こちらもね、アミティと同じような価格帯で、こちらもですね、アミティと同じような価格帯で、まあ、400万円台からですね、乗れるキャブコンとなっております。後ろの見た目もだいぶすっきりしてて、テールなんかもね、ハイエースのものだと思うんですけど、それを流用して、交換できるので、まあ、カスタムとかもできますね。この色合いも昔ながらのアミティを受け継いでるんでしょう。はい、まあね、アーレンとアミティって多分コンセプトは全然違うと思うんですけど、まあ、アミティがなくなった今、このアーレンを、ね、進めていく A2Z さん、今後いろんな形が出てくると思うんですけど、まあ、さっきちょっと聞いた話だと、ちょっとおでこ膨らんだタイプもそのうち出てくるんじゃないかということで、まあ、名前も含めてね、車両もいろいろ見ていきたいと思います。あとこの車の一番特徴は、背がキャブコン、ライトキャブコンの中でも背が低めに設定されてますね。なので、まあ、風に煽られたり、運転がちょっと煽られたりとかっていうのも軽減されるかなと思います。はい、こっちはアルファですね。今後ろから見るとすごい分かりやすいんですけど、もっと低いですね、屋根高が。でだいぶ後方ですね、この長さが結構あるので、まあ、駐車するときだけちょっと気をつけないとなっていう、はい、まあ、結構やっぱりアミティっていうのは、まあ、これがね、皆さんもご存知アミティなんですけど、まあ、だいぶスタイリッシュに2台ともなってます。今後ね、このアミティの空間、大きい空間を、求めた車両がこのアルファだったり NV ですね、だったりライトエースで、まあ、出てくるからが見どころですね。なんか見てみますか。そうですね、こちらも価格帯が500万ということで、アーミティと同じような価格帯で購入できるライトキャブコンですね。よく逃げない、一周ぐるーっとしてもらってね。まあやっぱりかなりのロープロファイルなので、まあ上はまあ入り込んで寝れるっていうのがちょっと厳しいかもしれないんですけど、小さいお子様だったりねすれば、ね、なんとか寝れるかなっていうサイズ感。まあ、この車の今のこの仕様が6人乗り2人収集になってるので、まあ、シニアのねご夫婦でワンちゃんとお出かけとかするには最適かなと思いますね。コンパクトだし。
こういう風にマルチルームを外からアクセスできたりするので、まあ、濡れたもんとかね、サーフィンやってる人とかも脱いだらポンって入れることもできますね。アミティとレイアウトは似てますけども、まあ、バンクベッドのサイズだったり全然違うんで、まあ、今後どういった、ね、内容が出てくるか楽しみです、はい、次行ってみましょう。